わらわらと何なんだあいつらは。どこに逃げ込んでもちっとも振り切れねえ。他の仲間も全員やられちまった。ロボットみてえに無表情で容赦なく取り囲みやがって。あれがメンタルアウト、学園都市第5位の力なのか。くそ、こんなはずじゃ。やっと見つけたわ。もう逃げられないんだぞ。第5位。私の駒に手を挙げたこと、そして私の縄張りを土足で踏み荒らしてくれたこと、何より私に敵対したことを一生かけて後悔しなさい。さあ、このリモコンを使って楽にしてあげるわ。あなたにはどんな素敵な命令をしようかしら。くっ、さするか。撃ち落としてやる。賢者、銃弾でリモコンが弾き飛ばされた。知ってるぜ。お前の能力はそのリモコンがないと使えないんだってな。油断しちゃったわ。でもそれをどうにかしたくらいで勝った気にならないでくれる？おっと、何かしようったって無駄だぜ。お前が動くよりこっちが引き金を引く方が早いんだからな。これで形勢逆転。いや、お前は終わりだ。食砲美咲さんよ。まずい、やられる。こんなところで女の子に何してやがるてめえ。え、この声はまさか。な、誰だお前は。うるせえ、歯食いしばれ最低野郎が。ごめん。ちくしょう、あと少しだったの。いや、はあ、気絶してくれたみたいだな。銃声が聞こえて慌ててきたけど間に合ってよかった。後でアンチスキルに連絡してこいつは任せるとして。おい、そこのお前大丈夫か。怪我はしてないか。ありがとう上条さん。うん、怪我はないわ、大丈夫よ。お前夜遅くに女の子一人で何してたんだ。しかも銃なんか突きつけられて。あと少し遅かったらただじゃ済まなかったぞ。それはどうしようかしら。私の問題に巻き込みたくないし、ここは取り繕うのが正解よね。実は道に迷っちゃったのよ。そしたらその人に銃を向けられてお金を出すように言われたの。そうだったのか。本当に最低だなこいつ。そうとは知らずに勝手なこと言って悪かったな。いいえ、あなたが来てくれて助かったわ。まあ偶然だったんだけどな。つかよく見たらその制服ってことは常盤台の生徒か。ええ、そうよ。やっぱりそうか。なら寮の場所は知ってるし、夜も遅いから送ってやるよ。ほんと都合よく現れてくれて、何から何まで王子様みたいよね。ん、何か言ったか。こっちの話よ。送ってくれるって言うならお言葉に甘えようかしら。おい、送っては行くけど腕に抱きつく必要はないだろう。つうか、いろいろ当たりそうでちょっと困惑してるんですけど。怖い思いをしたのよ。ちょっと体を押し付けるくらいいいでしょ。まあ俺はいいんだけどさ。そういえばお前、名前は。私は食宝美咲よ。はじめまして、上条さん。あれ、なんで俺の名前知ってるんだ。俺名乗ってないよな。私美咲さんの友達なのよ。それでいろいろ聞いててね。へえ、美咲の友達ね。一体どんな話をしてるんだかね。それは秘密よ。さあ、私をエスコートしてくれるかしら。変な噂とか流されてないといいけど。まあいいか。そんじ
お嬢様を送り届けさせてもらいますよ。わざわざ送ってくれてありがとう。嬉しいわ、上条さん。次からは出歩くなら明るいうちにした方がいいぞ。また危ない目に遭うかもしれないからな。ええ、気をつけるわ。それじゃあ俺も帰るからさ。じゃあな。確か名前は。その話はまたいつかにしましょう。じゃあね、上条さん。寮に戻ってくるまでの帰り道、楽しかったわ。お戻りになられましたか、女王。女王が立ち去った後に不届き者は確保いたしました。あら、ご苦労様。後で処理しようと思っていたから助かるわ。他のメンバーは女王のご指示通り処理しました。女王に敵対したスキルアウトは排除できたかと。さすがは女王です。いつも通り見事な手腕でした。当たり前でしょ。これで怪我をしたあの子にもいい報告ができそうね。それじゃ、今日はもう疲れたし、お風呂に入ってゆっくり寝るとするわ。かしこまりました。ところで女王、ご機嫌のようですが、帰り道で何かございましたか。そう見える。ご機嫌の理由ね、それは秘密。